アニマ地下飲食街やっていきたいと思います。初めから失礼。おや、新しいお客さんか。いらっしゃい、ようこそアニマ地下飲食街へ。長旅お疲れ様。この扉を抜ければすぐに街に出るよ。行きたいお店が決まったら近くまで案内するから、準備ができたら僕に声をかけて。なんだい？アニマ地下飲食街って何？美味しいものが食べられる場所だよ。あれ？もしかして君はお客さんじゃなくて迷い込んじゃっただけかな。まあいずれにしろ関係するよ。ゆっくり休むにはちょうどいい場所だからね。お店、君は人間だね。ならちょうど壁に3軒人間用のお店のポスターが貼ってあるよ。他にもお店はたくさんあるんだけど、この3つ以外はあんまり口に合わないと思うから、あの中から選ぶといいよ。あなたは誰？僕はただの案内人だよ。はて、よし、じゃあ行こうか。行きたいお店教えて。動物描いてないルーナで行こうか。わかった。道中暗いからはぐれないように気をつけてね。先生、狼だった。いらっしゃいませ。どうぞお席に。こちらがメニューになります。あ、え、めっちゃ普通。いや、ごゆっくりどうぞ。ご利用するか。かしこまりました。ダージリンティーが来た。爽やかでフルーティーな味だ。どうぞごゆっくり。はい、何でしょうか。お腹の件について。自炎があったんですね。かしこまりました。聞けないか。え、変われんだ。かわいいな。はい、カカオチョコレートをしました。かしこまりました。オオカミドーナツが来た。ほら、苦くてこんな味は。テンション満足かけにこちらを見て。正解だったか。甘いもんで攻める。どちらも甘さ控えます。そうした。店主は静かに微笑んでいる。はい、何でしょうか。キッチンカーって何かあるんですか。店が引っ込んでる。旅をしながらパンを売るにはキッチンカーが売ってつけでした。その土地から離れようと思った時、すぐに移動できます。検査は出来上げてますね。かしこまりました。バーガーがあった。食べ応え抜群だ。店主は満足げにこちらを見ている。なんかあるんだろう。もうそろお腹いっぱいなんじゃがないか。はい、何でしょう。旅が好きなんですか。いえ、旅は好きでしているわけではありません。いつも去らざるを得ないから去るということの繰り返しです。今度の場所では腰をつけるといいのです。なぜでしょうか。あなたの前では自然と話しすぎてしまいます。居心地がいいからでしょうか。あなたともっと早く出会っていれば。え、まだ間に合うのでしょうね。ごめん、帰るわ俺。わかりました。裏口へ通します。道は一本道ですから、まっすぐ進んでください。そこからあなたのいるべき場所へと帰れます。どうぞこちらに。さようなら。お元気で。ごめん。帰ってこれちゃったってこと。たくさんエンディングがありますので、皆さんもね、
もうぜひこのアニマルアニマ飲食街へ向かって旅に行ってみてはいかがでしょうか。第2期でね、大人でこうわー。